何やってんのマジで。また間違えたわ。なんなら昨日アビスパ来たので一回緩んだわ。うん。昨日、昨日アビスパ一回来たじゃん。昨日アビスパ来たせいで間違えたわ。うん。皆さん気をつけてね。あの、自分のチームが15の時、次の日間違えますんで。気をつけて。まあ、注意喚起だからね、これはね。うん。わざとだから。普通に。え、今、わざとだよ。何言ってんのよ。な、何そのなんか攻めるような。 わざとですよ、わざと。皆さんのためにやってんだよ。ほら、もう街田しか来なくなったじゃん、もう。ほら。お気に入り変えたからだよ、これ。うん。o フンいいけど。わざとですよ。皆さんのためにやってんだからね。ありがとうございますって言ってくださいよ、ちょっと。注意喚起よ、これも。もうそろそろ皆さん忘れてたでしょ。うん。そろそろ忘れた皆さんのために今一発行きました。はい。 グローリーだったら、グローリーだったらいいやつで。でもアイドルでキラ出たらクソ凹むやけどな。本当に。初日も言ったけど。クソ凹むよ。あ。来たね。アビスパ確定です。ウェリントン。これで、次タッシーなんだよな、ここな。いや、特攻蹴らないね。 おい,い、元アビスパ。よし、これアビスパ確定したいってい。よし、これアビスパ高確率だでもアビスパ引けるんだよな。お気に入り券やから。さあ、行くか。このアビスパ、元アビスパの流れに乗って、3枚あればいけるべ。どっちか当てます。正直、今日は、すいません。久しぶりの、いただきます。気持ちいいよ。気持ちいい、いきます気持ちいい。 さあ、まずはね、僕ね、正直ね、緑から仕留めたい。あとは、金旗チャレンジに集中したいんで、緑。さあ、これあります。赤旗ズドン。これあるね。これ、赤旗ズドンだな。これ、来たわ。ズドンまた、ウェリントンね。はいはい。リプレイね。<laughs> ウェリントン、大量発生中、やめてね、うん。ウェリントン、いいけど、別に。 いいんやけどさ、ちょっと今じゃないんだよな。今、ウェリントちょっと今じゃないんだよ。ちょっと2回目行きます。あえて70から行こうかな。いや、やっぱりちゃんとやろう。来いいや、大丈夫。グローリーだから。大丈夫、大丈夫。グローリー金旗出ないから。うわ 言ったろ言ったろ,言ったろこれですよ、皆さん。配信というのは。こういうことなんですよ。よしよしよっしゃ <laughs> めっちゃ嬉しい愛してるアモーレアモーレブラボー よし、真ん中やるか。じゃあ真ん中やるか。<laughs> やべえ、来てしまった。<laughs> ついに開幕した GK の2024シーズン開幕です。こういうことっすよ、皆さん。こうやって GK くらいやるんだよ。うん。しかも、タクティカルホメ新しいの来た。これ、クラチャンで使いたいっすよ、僕。ちょうどこれ使ってて。嬉しいな。 あ、これで、ちなみに、あの、89のやつもらえないんかなあ、持ってるんかな来ました。金旗じゃないけど。来ましたよ。こういうことですよ、皆さん。こうやって J クラ遊ぶんだよ、こうやって。で、これ金旗出しちゃうよ、もう。もうこれ行くべ。もう行くよ、これもう。もうこれ、これも出しちゃうよ、これもう。これ前さん来たらもう完璧よ、もう。もう今日超絶神回。うん。これもう終わってないから、まだ。ここでもう金旗出す気で満々なんで。まだ金旗見てないんで。 さあ行きましょうか。金旗、一点狙い。バッシュ。ああ、さすがに。いや、これ、グローリーもう一枚でもいいけどな。<laughs> <laughs> いや、これ、いいけどな。うん、まあささまあ、さすがに。うん。お前さん諦めよおきに行け、貯めよう。うん。今日で終わり。もう周回もしなくていい。うん。もうウェリントンで。あれがとウェリントン。 金筆コーナー。ウェリントも金筆ね。ああ普通に、いいんですよ。あの、あ、ブースト、あ、ブースト先に取らしまいます。ブースト先に取らないでくださんそこっ勉強してかしくならないで、ブーストりましょう。先に3振って、ちゃんと、先に3振ってちゃんと優勝しておけば、シーンがやら全然違うんで、こういうのけでお断りとね、お金がないってね、騒がないわけになるんですよ。うん。お金がないがってね。お金が入マジ,で <laughs> マジで大事だろ、ほんとに。あの、ほんとに数十万点がかかるね。お金が大事だってことね。お金が一ら失敗しても五千交しか取れないんで。5, し取らないんでいでお金今日事だってことね。 マジで、なんか、良かったわ。うん。今日いい精神状態で飲めな。やっぱ一枚弾いたらダメだね。三枚だね。うん。三枚だ。絶対三枚。やっぱ一枚弾いたらダメ。うん。三回も全部しない。もう全然いい。もう三角に二十キしかしないよ。うん。もう絶対ビッグタイムなんで。やっぱ関与は聞いたい。お前ね。やっぱうち側のいいとこ全部食べたい。グローリーの依頼さん、依頼だね。うん。やっぱあその自分が来たかったんでグローリー。マジでさ、って。じゃあ行きます、って。勧誘うん。ーブした。うん。大丈夫です。何言ってるちゃんと自分たちのチームスロンコービんみたいに言ってる。うん。喋めた方がいいよ、うんとに。で、マジで喋めた <laughs> <laughs> ちゃんと勧誘して、ね、皆さん。わかんないね。あ、勧誘あったらしたからねこれ。めっちゃ仕掛でてね。どうしたマのめちゃくちゃ失敗するな。問題した人類合格失敗するの失敗する喋りたいに <laughs> いいね。あれというだね。うん。なかなかね、人類合格失敗するやつ。あ、<laughs> オッケーオッケーいい子、いい子。よし。さあ、混ぜますか。生まれ変わりますか。よかったね、グローリー。お前、新しい顔が見つかったよ。顔面。銀ディフェイ。まあ、実質銀ディフェいいね。 ち,ちなみにさ何残してんのこれ。スタミナなんかあるかな宝、宝ないかなお宝ないかまあいいでしょう。よしいってらっしゃいこの25万だったら全然払うんだけどな。うん、余裕で。全然払ういや、マジす。マジで僕、いつぶりやろ、本当に。 お気に入り券からアビスパの限定ヒーーのいつぶりマジで記憶にないんだけど、本当に。このメインアカウント。1年ぶりぐらいだと思う、本当に。まあ、1年やってりゃ1回ぐらいいいことあるよね。うん。お気に入りクラブ券ね。ああ、もう、そういうことですか。この、就職して大成功って言ってるやん。これなんならマジで、金利フェとかつけ。ぶっこめ、ぶっこめ。ああ違う一1個ずれてるわ。 もう一個ずれてんじゃん。今、顔面来たかと思ったなんだよ。冷やかしかよ。<laughs> 冷やかしかよ。でも、ここやな。さすがに。B 強化いらないでしょ。いらない、いらない。よし。ちょ、これ絶対失敗しちゃダメなんで、フュージョンは。よし。おい、スタメンだぞ。多分。てか、スタメンだぞ。奈良ちゃんより上でしょ。 さすがに。ちょっと後で数値だけ見に行こう。ナンパ上がってるっけねんざっくり計算で15、15だから、30の50上がってたとしたら、まあまあ、いいとこ行ってそうやね。よしよしよし。よし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 いや、マジで弾けると思ってなかった、正直。<laughs> いや、その弾けるわけないじゃん、普通に。1年弾けてない男は弾ける気しないよ。うん。 いや、久しぶり見せれたね。こういうとこ。うん。久しぶり見さす、見せたね。こういうこと。なんかもう、爆笑当たり前状態やったからね。まあ、日頃からそうなんすけど。よし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 いや、まじでいい。いや、まじ明日からもジェイクラのあの悪口絶対言わない。もう絶対言わない。悪口言ってやつ成敗するわ。 うん。まじ、喧嘩するわ悪口ってやつ。片っ端につけて。ごめん、明日がも本当に、本当、犬、犬でいいわ。うん。明日が犬になります。あの、コナ波の悪口言わないでね。コナミの悪口言ったらもう通報するかね。うん。言わないでね、コナミの悪口なんて。こんなにいいゲーム作ってくれる。これ、キャプテン変わりますキャプテンね。あー、変わるね。うん。 あれファッションショーと一緒だと思ってるからね。やっぱあの配信来た人に見せびらかさないといけないんでね。うん。いや、テクニシャンじゃなくていい。君はカチカチのディフェンスで守ってくれ。テクニックで勝負するのに硬さで勝負しよう。OK。いいでしょう。じゃあ、あとで。あとでじゃない。あと。アイテムで。はい、ドド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 ド はい、監督。これ普通にライブありだな。これ真ん中一回くらいやるか。ねえ。<laughs> これ特攻ナンパ乗ったのちなみに。見に行くか。ちょっと特攻ナンパ乗った方だけ見ていいちょっと真ん中いけるだろこれ。これよく、これよくないって。やめるって言ったのに。ちょっと待って、これ真ん中ナンパいけるよ、今。ナンパ今。<laughs> これいけるんじゃないか、明日。ちょっと待って、これあさってからやるか。 ちょ待ってくれ。おい、今更やけど。俺、どうなってんだよ。295? これ、デー5から行くか ?295? なんで ?220% もあんの。295あったらいけんじゃないか、真ん中。いけないかな。行けるんじゃない真下真ん中やろか。どうするこれでさ、どっちかだったら。 今だったら当たんじゃないかな調子いいから。<laughs> え、こガチでやばいよ、これ。こうやばいって、本当にこれ。こう本当大事件よ、これ。ちょ、僕なんで今こんな冷静なんだ、まだ。夜テンションだからやろうけど。こう昼だったら多分僕も外走って叫んでたな。うん。叫んでたわ。うん。やばいって。うマジで僕、去年から狙ってんだから、ずっとグローリーの方針。 95くると思ってうんだこれあれっすよね鈴木義武選手がなんで当たらないかって言ったら鈴木義武選手はピックアップだからやっぱ当たりにくいんですよねうんこれピックアップ入ってたら多分当たってないね <laughs> そう考えることでしょマジピックアップ入ってなかったから当たったと思うわうんこれだってピックアップだったらプラスだったと思ったら悲しいもんな、まあ、全然これでも戦えるやろうけど ジェイラの仕方学んだ。今日いい授業だったね。あの、ちゃんと、あの、前振りで、ちゃんと間違えてお気に入り40を町田で弾いた、そっから始まってたんだよ。うん。乱数調整が始まってるから。あれでちゃんと乱数調整して、一旦あれでアビスパじゃないよっていうことを、やっぱ、馴染ましたんだよね。あの、僕は町田ですと。うん。僕は町田の人間ですと。で、一回騙して、騙して、 で、実はアビスパでしたよっていうフェイントをかけたことにより、ちょっと緩くなったね。